はい、こんにちは。今回は顎の骨を折ったハードパンチャーたちと、顎が折れても最後まで戦ったボクサーを紹介いたします。WBA 世界スーパーバンタム級王者ギレルモ・リゴンドーは7度目の防衛戦にジェームス・ディケンズを迎えました。アマチュア時代2大会連続で金メダルを獲得した王者リゴンドーは、35歳ながら16戦全勝の戦績を誇り、一方挑戦者ディケンズは22勝1敗で、両者サウスポースタイルでスピードあるボクシングが身上です。2ラウンド、早くもリゴンドーの強い左フックがディケンズの顎を捉えたのですが、リゴンドーは異変に気がついたのか、その後ほとんど攻撃をしなくなりました。結局左フックで顎が骨折したようで、ディケンズ陣営は3ラウンド開始に応じず棄権したのでした。西岡選手は WBC 世界スーパーバンタム級王座の3度目の防衛戦に、元 WBO 世界スーパーフライ級王者イバン・エルナンデスを迎えました。エルナンデスはフェルナンド・モンティエルやイスラエル・バスケスと対戦したことがある、距離感がよくスピードのあるボクサーです。序盤エルナンデスはよく動いて手数が多かったのですが、徐々に西岡選手はエルナンデスのパンチを見切り出し、3ラウンド2分頃に強烈なモンスターレフトを当て、エルナンデスはその後ガードを固めて攻撃する気配がなくなりました。もうあと終わりなのかい、顎の骨折れたかなんか、ね、かもしれないですね。元 WBA 世界ウェルター級王者ピピノ・クエーバスは35勝15敗と敗戦が多いのですが、プロデビューが13歳11ヶ月と早すぎたので、キャリア前半に負けが込み、18歳で世界王者になった時はとてつもないパンチ力で世界王座を11度も防衛したのです。35勝のうちKO 勝利が31を数え、とんでもないパンチ力で世界王座を防衛中に、アンヘル・エスパダ、ハロルド・ウェストン、ビリー・バッカス、ピート・ランザニーの4人の顎を折ったのです。1978年3月、WBA 世界ウェルター級王者クエバスは5度目の防衛戦でハロルド・ウェストンと戦いましたが、ウェストンのスピードに翻弄され、序盤からペースを握られました。7ラウンドや8ラウンドにはウェストンの連打を受けて防戦一方になる場面もありましたが、9ラウンドに王者クエバスは猛攻撃を敢行し、
構成だったウェストンは強打をめった打ちされました。王者クエバスは不器用で防御がいまいちなのですが、パンチが強烈すぎるのでひとたび攻勢に出ると相手は反撃ができず KO されてしまうのです。WBA 世界ウェルター級王者クエバスは7度目の防衛戦でピート・ランザニーと戦いました。クエバスは初回劣勢でしたが、2ラウンドに逆襲を仕掛け、持ち前のパンチ力で難なく形勢を逆転しダウンを奪いました。ランザニーは倒れても起き上がりますが、すぐにめった打ちされ一方的になったところでレフリーが試合をストップしましたが、すでに顎の骨は折れておりました。ジョークラッシャーと呼ばれたクエバスが WBA 世界ウェルター級王者だった時、 WBC 世界ウェルター級王者は最年少で世界王者になったウィルフレッド・ベニテスでした。この頃シュガー・レイ・レナードが世界王座の初挑戦を狙っていた時期なのですが、クエバスの最強パンチを恐れて天才ベニテスを選んだとレナード本人が語っていたのです。日本王者の坂田武文選手は日本王座を返上し、2004年6月 WBA 世界フライ級王者ロレンソ・パーラに挑戦しました。王者パーラは23戦全勝 17KO と強打の持ち主で、2ラウンドに坂田選手はパーラの強烈な右フックを被弾し顎の骨が骨折しました。それも2箇所も折れたのでした。普通の選手なら棄権するのですが、坂田選手は試合を続行し強打にひるまずに前進し、あろうことか中盤から逆襲に転じました。坂田選手優勢で試合が終わりましたが、判定は無情にも王者のパーラを支持したのでした。顎を折られた坂田選手はリング復帰まで10ヶ月の歳月を費やし、そして悪夢から2年9ヶ月後、坂田選手はパーラの持つ世界王座に挑戦しました。坂田選手は初回から接近し、ボディにパンチを集め優勢に立ち、2ラウンドには徹底的にボディを攻め、王者パーラはボディを効かされ防戦一方になり、2ラウンドが終了しました。王者パーラは心が折れ、3ラウンド開始のゴングに応じることができず、坂田選手が通算4度目の挑戦で世界王座に戴冠したのです。